はい、ということでね、さあ究極の選択でした。これは苦しい選択でした。葛城さんか、秋津島を選ぶとね、言われたですね、私は誰を選ぶかといったらですね、やはりですね、ここはですね、小倉優ちゃん選んじゃうわけですよね。はい、じゃあ、先役、この秋津島ルートっていうのに行ってみましょうじゃないですか。まあ、葛城寺ですってなってますしね。あ、で、今の時代ね、何か便利ってね、あのマップね、覚えなくても、こいつでね、今写真撮りましたから、行けばね、なんとかなるでしょう。今のやつだとこうやって拡大してね、見れますからね。ちょっと画面見にくくなってますけど、ここからずっと南に下ってて、駅の方面、どっちかというとこっち側なんですね。あ、じゃあもうあそこを渡って、ちょっと街道いい雰囲気ですから、あっちの方行ってみましょうか。ここで国道24号線なんですね。葛城市、十分葛城色もありますね。当たり前ですけど。ああ、この前行った道がそれだったんだ。私はやはり知らず知らずのうちに秋津島の方面に向かってしまったんですね。まあ、これはもう本能ですね。本能ですね。仕方ない。新地商店街ね。この時間に来ると明るいですね。夕方に来るとどうしてもね、日の入りが悪くなっちゃうんで、結構暗いなというイメージでしたけど、そして相変わらずここの通りは、相変わらずすごい通りになってますけど、ただね、前回おむすび買ったとか今日は決めてはずみたいですね。あれやったらちょうど風邪中で行こうかなと思います。うまいっすごいなぁ。いろいろありますね。お茶屋さんもやってるんだ。この辺りは別に取らんでもいいかな。だってつい最近見ましたよね。もうやべ、いやでも見てない人も少ないですから、多いですからね。何しろ、確かこれ5世紀の、この辺りの動画って再生数確か6しかいってませんからね。全世界で6再生しかいってませんからね。でも6再生ってことは、うち1再生はうちが動画の、確認用に、ちゃんと投稿できてるかね、問題ないか確認するのに一度私が再生してみますから、そうすると5人しか見てないんですよ。もう狭い。しまった。向こうがいた方がいいな。墓石屋さんになってる。あ、そうですね。さすがに物本の墓石じゃないですよね。あ、いや、まあ物本の墓石ですけど、こっちがね、墓石屋さんでギャラリーを増設したって感じかな。これは、なんと
大和成形塾か。懇親会とかに使う懇っていうつもり。多分成形塾かな、これで。新助さん、そうですね、ね、この寮の字が入ってる方に悪い人はいませんからね。私の本名はないとは言いますけど、私はね、一応ね、山田と亮太って名前でやってますからね。最近それを言うのをすんも忘れてますけど、もうだってね、南海キャンディーズの山ちゃんのね、ほらブームもだいぶ終わってきた。ね、完全にあれ、あやかるためだけにやってましたからね。あやかったところでね、さしてね、何の、ご利益もなかったんで、最近もすっかり忘れてね、普通に山女って言ってね、動画やってますけど。たまに、読み方がね、山田さんでいいのか、どこで聞いたらいいのかっていうね、ツイッターとかの方でね、戸惑われる方もね、いるんですけど、その時はあ、そうや、その名前そうだなとあれも酔っ払った勢いで作りますからね。こっちの方のか、あ、こんにちは。あ、一本入った方のがなんか趣がありますね。こんなとこに趣なんていう。お洋服屋さん。もう運転してますけどね。おや、道が途切れてる。こっちの方が良さそうかな。はい、本梅店。そうですね、もう言うとうちに梅の季節でございます。なんか橋がある。ここは上に一貫屋さんか、ね、表札も大体する。いろんなありますね。ここは時代がありますから時計ラジオと、ラジオ屋さんっていう表現自体がもうね、本当に、ノスタルジック、なんかノスタルジックになりますね。あ、カツラギが丘から出てきましたね。ここは教会で、これはあっちですね。カトリック教会ですね。カツラギ丘、まだ綺麗じゃないですか。よし、ちょっと川を渡りますか。まあ、新日曜日、そうですね、礼拝ありますかね、こういうところは。大体教会とかね、お寺さんってこういう日曜学校とかね、教会学校って、ここも、まあ、礼拝はね、日曜日毎週やりますけど、日曜日から教会学校って言って、ね、やりますと。で、本来学校っていうのはね、実は教育というのはこういう教会の方でやっておったっていうの方のが歴史はずっと長いですからね。
でも今の近代制度ができてからですもんね。本郷葛城山下一周駅伝大会、本郷葛城山、すごいですね。大橋通り商店、ここの商店街なんだ。あ、だいぶ道細いな。よいしょ。あのポストもなかなかなかさ増しの仕方ですね。これはちっちゃいポストが多いね。これは多分バイクで回収するようでしょうね。ここ取り集め用の軽4入れるのは大変そうですもんね。いや、実質のところ分かりませんけどね、この辺りの取り集めをやっとったわけじゃないですし、ね、ポストの開館をやったことはありますけどね、私も、ね、やってましたけど、あんまりそれをメインでやるね、ところではなかったんで、ね、結構ついでにっていう感じでね、やっとったんで、まあでも、U パックの配達員でね、なかなかついでにポスト開けるよっていう人は少ないのは少ないんですけどね、ああ、でも局によっては違うかな。うちのエリアでも必ず、U パック配る人が開けるっていうところもあったんにはありましたからね。なんやかんや言って商店街がずっとありますよね。すごいな。この辺りの家なんかもなんか作りが結構な昔ながらの感じがありますよね。結納用品、この辺りは産経新聞配達があるんですね。この家もすごいな。えらい趣がありますよね。これ明治時代の建築物ですよ。明治以前の建築物ですよと言われても、そうでしょうね。実際に細かいところとかにも掘りがあるとこういう看板なんか入ってますね。しっかりとしたね、彫り物とかそういうのね、のねやってましたとは聞いてますし、まあ、実際、うちの動画でもね、明治時代の建築物は、何回か行ってますよね。あそこにいっぱいありましたよね。空で行った時にね、江田島行ったら、あそこはね、広島の空、ね、原爆や呉の空襲なんかもね、免れてと、空襲ね、あってなかったんで、明治時代の建物が意外とそのまま結構あちこちに残っとって、明治大正のやつがね、っていうのがあったんで、そこを見てきましたけど、あとあの時、あそこも明治時代の建物でしたよね。秋亀山四日市。ね、広島の四日市、ね、間違えちゃったシリーズで、四日市市役所ね、じゃなくて広島の四日市役場ってところから、あそこも明治時代の建物でって言ってね、やってましたね。金とか出しときますよ。あれね、知れず四日市役場ってあげたんでね、四日市の人ね、気づかなかった感じですね。気づかれないボケっていうのはね、一番良くないです。
ね、日曜日だけど後ろもだいぶ入ってましたね。あれは郵便部とか入ってるんじゃなくて、まあニューパック持ってるんでしょうね。もうこの時間だったら午前指定は終わってるかな。終わってなかったらね、結構ねテンパる時間ですよ。テンパるっていうかアウトな時間でしたね。もう12時回ってんだ。ああ。おいおいおい、当初の予定ではこの間10時で帰ってくはずだったんですけどね。なんかやこういったところをふらっと歩くのね、楽しいんですよね。大体ね、今まではこれをカメラ持たずにね、ふらふら歩いとった時なんてね、それをカメラ持つようになっただけですからね。あの懐かしいユーバックの文字があるじゃないですか。昔これ出たよね、ユーバック。これの頃は、ね、確か大型のユーバックなかったんですけど、60サイズ、80サイズくらいまでしかなかったんでね、配達も楽だったらしいですけどね。重さも5キロまでだったかな、とかっていうね、例外を除いてみたいなやつだったらしいんで、それが今やですよ。30キロの米がどかどか届く時代ですよ。もう本当、秋口はね、腰弱しますからね。新米とね、新米もね、どかどか来ますけど、あれがきつかったな。政府備蓄米が入れ替えるのに、小米を下ろすんですよね。そういうのって、意外とあれがね、U パック多かったんですよね。そうするともう30キロの袋がね、2つ、3つ、4つと、どんどんどんと来るわけですよ。あれはね、あれきつかった。でね、まあこれはね、サービスとしてね、提供してるんですが、当たり前ですし、そういう文句言うのもおかしい話なんですけど、結局、1階の家の人よりも、やはり上の階に住んでる人の方が、特に階段で上の階ね、みたいなところね、3階4階2階3階4階とかのね、方の方がやはりそういった重たい荷物を通販で、頼む、傾向あるんですよね。まあこれはね、ここ想像は簡単につくと思います。1階のね、同じ例えば送料1500円、今やったらありうるか、お米やったらありません、1200円とか1500円だったでしょうね。分かりやすく1000円にしましょうか。送料1000円だったとしましょう。送料1000円で、1階の人だったらね、はい、で普通にね、米買って30キロ、なかなか30キロの米ってだけ、ワンちゃん。ね、1階でしたら、まあちょっと段差があるぐらいです。あとワンちゃんがいるぐらいです。ワンちゃんはなくてもね、で、こうやって、ね、入っておくわけですよね。それの代わりに1000円を払うのか。ところが、これが同じ1000円でね、駐車場から下ろして、階段でエクサがこっさらね、2階3階まで運んで30キロのね、お米をですよ、よくしようと思ってくるね、これに1000円を払うのかって考えたら、やはりね、この階段1階2階分足りるその距離なんですよね。やはりその分、1000円払ってでもちょっと持ってきてもらおうというね、はい、ことになりやすいんですよね。エレベーターがあるところはまたちょっと話が変わってくるんですけど、本当エレベーターのないところは顕著ですよ。よいしょ。本当レオパレスなんかでね、ああいうようなアパートとかやると、本当に1階の人の通販の荷物って少なくて、本当に2階に多くなる。結構あります、なんて言って歩いとったら結構な距離歩いてますよ、どっかでちょっと秋津島っぽいものみたいなのみたいんですけどね。どういうとこも下手くれるか分からん。それっぽいな、なんかね、名前のやつがね、名称がね、
見つかればいいんですけど、なんかこのまま私おしみの方まで歩いて行っちゃいそうですよ、このままやと。面白いですね。名言ですね。朝のコーヒーは活動の意味、昼のコーヒーは消えない、夜のコーヒーは安らぎない。